もう東京から桂文治師匠とそれからですね、こちらは二丁師匠が、あのチュブル星人です、はい、二丁さんどうぞ。二丁さんほら、はい、私のラバさん、はい、僕の出囃子でございます。こちらはさっき鶴さんの出囃子、僕のも弾いていただいて、出囃子を弾いていただいてる間は、はい、で弾いていただいてるのはカズメお姉さんです。あら、いらっしゃいませ。いや、なんかあのここで、ね、あの、はい、ワーズカフェの大将、ね、これ何ですか？お囃子カフェ？お囃子カフェですね。ね、お囃子連。ね、お囃子連で生のお囃子を聞きながらお茶が飲める。コーヒー入れます。ね、で先ほど、そうなんです。これあの米地兄さんのね、ねお客様からいただいて。フグの唐揚げ、あ、これ美味しいんだ。美味しいですね。え、リチョウさん、ちょっと食べてみて。美味しい、はい、食レポ、はい、あんたもう飲んでんじゃない？あの、副省師匠から頂戴いたしました。いやー、もう行くと飲まされるから。美味しい。美味しいよね。美味しいよね、うん、はい、今日はですね、あの、はい、私の逆にですね、はい、あの文治さん一つ大阪で、はい、爪痕を残して帰ってきたわけだ。いや、もう爪痕残さない。はい、私がないから。私あのこの間東京行かせてもらった時 ね、はい、副省師匠からあの髪型の爪痕残して帰ってこいって言われましたんでね。今日はあのお二人に爪痕を残して、ね、醤油、色してはるね。でもなんか、いやなんかもう、あんたまだね、お昼前だよ。まあしょうがないね。ほんまやんか、まだ、ね、まだまだ11時20分やんか。副省師匠からいただいてしまいましたので。副省兄さんから、はい、そうです。昨日ね、あの京都の部屋泊まったんですよ、ね、お二人で。そうです、はい、そうです、でこれ9時に行かなきゃいけない。すごいね。え、今日僕も大人になりました。今日はお仕事ですか？ああ、今日は仕事も何にもなく、何もなく、はいはい、ただお手伝いで、はいはい、ほんならもうベロベロに寄っていただいて。あ、ありがとうございます、はい、ベロベロに寄っていただいたら、ちょうどうちの兄弟と会話が一緒ぐらいになるから。うわ、いや、もう飲んでんですか、副省師匠？どう、飲んではった？え、飲んでます。あ、すごい、飲んでます。いや、もう始まったと同時に飲んでますけど、それが何か、もう飲んでます。すごい、すごいね。もうほら、今から飲んではったら店早じまいしちゃうのちゃう？そうですね。いや、これね、アイスコーヒーいただいたの、ね、あのご馳走になった鶴さん、はい、ありがとうございます。取りましょうか、アイスコーヒー飲んではるとこね。はい、すごいんですよ、このね、あの文治さんのチャンネルはですね、編集が効かないチャンネルなんでね。はい、そうなんですよ。変なこと言ってもそのまんま流す。そうなんですよ、あのね、文治さんね、切る技術がないんですよ。だからもう全部流れるね、言ったこと、言ったこと。これ受けると、鶴子師匠はいつも、チン。あ、最低ですね。そう、最低や、ほんまに。もうね、お姉さんの前で申し訳ない。いや、本当に。あら、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。これは大事なお客様。ねえ、ありがとうございます。あ、そうそう。文治さん。うん。名札、もらってました。あ、名札。あ、そう？あ、すごい。これほら、上方落語協会さんの、はい、ねえ、優しいお心遣いで。オフィシャルで。ねえ。はい、あ、本当や、これすごいね、ねえ、なんか。すごい。ねえ。あ、ふみはるって生まれちゃうから。ちゃんとね、振り仮名とか。いや、あの本当に似てそうですよね、桂文治さんって、ね。いや、絶対います。桂っていろいろあの三文版にもありますから。ありますもんね。はい、桂真治って人もいました。あ、これは本名でありそうですよね。本名で、高校野球で桂真治さん。さすがに小福ではないね。ないです、ないです。さすがに小福ではないけどね。あと、歌丸米丸って名字もあるんですよ。へ、あれだ、東北の方ですかね。名字でですか？うん、歌丸よね丸って。え、なんか名前ではありそうですけどね。名字で。すごいな。すごい。ありがとうございます。はい、今日はじゃあ早速。あのお江戸からわざわざね、あの来ていただいて。いや、だってもう入ってきてね。はい、神正師匠のところ行って、はい、こちら引っかかって、はい、で、あやまお姉さんとこう三軒目でもうこう長いしちゃって。いや、もうゆっくりね。なんかあれよね、でもあの福の唐揚げだったらほんま日本語が欲しくなりますけどね。本当にもうね、お酒好きだから。そう、もうね、この間浅草演芸ホールの後はたくさんごちそうになりましたですね。もう本当に、あそこ、え、4時間ぐらいいたんじゃないですか？そうですよ、あのお寿司屋さん昼席終わってから、え、もう 9時まで。そう、今何時だって？9時だって。あら、大変だって。私ね、ビール飲んでハイボール飲んで最後ね、醤油師匠と日本酒いただきました。
その後ね、はい、ホテル送ってって、そう、あの銭湯行ったら、そうなんですよ、ホテルの近所に銭湯あってね、帰りしな帰り道わからんよって文治さんに言いまして、12時ちょっと前ぐらいに出る、え、何かあったんだろうかって どうしたんですか鶴瓶さん、すいません銭湯からの帰り道わからなくなったんですけどで僕も初めてのホテルだから、何でしたっけ、ほんで近所でね聞いたんですよ、あのホテルね、ほんであの近所のホテル入って僕のルームナンバーの鍵見てたら、うん、それでは分かりません、それでは分かりませんって、あのその紹介された方に電話されるのが早いですって言われてねそうなんですか、そうなんですよいやもう大変な騒動ですよ、大変やったよ ね, ね, ね、いやお湯、お湯出かけちゃったのが間違い、ほんまやね、あの近所にまあまあゆっくりとね、近所に銭湯が見えたからね、うん、ほらはちょっとね、もうちょっとお風呂入ってゆっくり見ようかな、あそこなんか林や、はい、ストローク師匠が行ってた銭湯みたいですよ、ヒコロク師匠ね、はい、はい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 、だ小弱師匠なんかが一緒について稲荷町、稲荷町の、ね、はい、いいとこ撮っていただきました、ありがとうございます、いや僕も初めて撮ったんです、そうなんですか、そうなんです、だから僕の勝手がちょっと分かんなくって、はいはいはい、あの片言の受付の人がいると思うやあの外国の方が受付やって ね、うん、なんか家族でやってあるようなとこでね、そうなんです、で次の日あの上野の駅どっちですか言ったら向こう向こう言われた向こう向こうって指さされた、いや向こうだって向こうってどっち、こう行ってこう行くとかね、はいはい、いやだからね、はい、いっぱいホテル建ってるし、また外国資本のね、さっきからでもあれですよね、ずっとお姉さん引いてくださって、ね、いやお姉さんもうちょっと休んでください、はい、手が疲れるから、はい、仕事とは言いながら、そうですよね、もうじゃあ、じゃあ今日はこちらで、はい、あとどこで撮ろうか試案中でございます、試案中でございますじゃあ皆さんも、はい、18、はい、明日も19日もやっておりますので、はい、今日朝やっておりますので、ぜひ彦八祭りにいらしていただいて、はい、いろんなブースら今回もございますので、はい、私が言うのもなんです、僕も思いましたわ人の話し家さんにこんだけ宣伝してもらうの僕が言わないといけないんですけども、うちの教会のお祭りは、はい、5月の、20何日ですか、日曜日です、それを忘れちゃしょうがない、延長祭り、いや、あの芸協落語祭り、芸協落語祭り、はい、僕はちょっとあの文字裁判とか、文字裁判で何なんですか、なんか僕はよくセクハラとかパワハラをするんであ、そうなんや、そういや、なんか後輩からの被害届ということで、そうなんですか、この間私東京行った時は私は何もされませんでしたからねお客さんですか、お客さん、客人はないという、それからあとうちの師匠の100年祭りの、あ、なるほど、対談と、はい、あとはなんか、あ、歌丸師匠のやっぱり司会期ということで、なるほど、思い出のあれに出てください、はいはい、もう結構忙しいです、こんなん文字チャンネルでこんだけ私がインタビューするのってなかなかないんじゃないですか、ありがとうございます、ではちょっと返させていただきます、はい、はい、じゃあ、もうこれ、あの失礼いたします